こんにちは、ポコタと申します。白長須島への企画16回目をやっていきたいと思います。今回は、ジゼルの意識の中に入り込んだネネコが不死のヴィンセントを倒すヒントを得て実際の世界に戻ってきたところから始まります。おそらくヴィンセントとの最終決戦のようなものがこの後待ち受けているんじゃないかと思いますが、早速進めていきましょう。ジゼル、まだ意識を取り戻していないのか？この中に不死を殺す薬とデータが。ジゼル、借りていく。あった、薬とデータが。だけど薬の方はかなり量が少ないみたいだ。これを注入して本当にヴィンセントを倒せるんだろうか。データが入っているのは小型のフラッシュメモリか。薬の製造方法と概要が記載されている。薬学的なアプローチからではなく、人間を超精密な生体コンピューターの集合体であると考え、プログラムによってカスタムメイドされたウイルス。ウイルスを注入、あるいは接触、飛沫感染させることによって、細胞内の不死メカニズムを連鎖的に破壊することができる。必ずしもウイルスを注入させなくても、接触させるだけでいいのか。なるほど、接触させるだけでもできれば効果があるってなるとこっちは有利なのかな。ほんのわずか数百程度のウイルスに接触させれば連鎖的に不死メカニズムが崩壊。一か八かだけどいけるかもしれない。お、ヴィンセントが迫ってきてる感じだね。外で何かが起こっている。早く準備をしないと。ひどい。僕がジゼルの記憶にダイブしている間にとんでもないことが起きたみたいだ。前回からずっとね、ネネコとジゼルぐらいしか会話がなくて、池田とかがどうなってるのか全然わかんないからね。みんな無事だろうか。でも今は僕ができることをやらないと。ヴィンセントを倒すための準備をすぐに終えよう。それまでどうかみんな無事でいて。ネネコがだいぶ強い人間になっちゃったね。おどおどしてたのが嘘みたいな。おお、ほら、どうした、逃げ足が鈍ってきたぞ。なんかヴィンセント見た目は全然普通の人間だね。なんかもっと変な感じに変化しちゃったのかと思ったけど。さあ、そろそろ死ぬぞ。あ、池田、ヴィンセント、このバカ、いい加減にしなさいよ。邪魔だ。ギャッ、アキラさん。おっと、殺したかな。この体になってから加減が効かなくてね。だが安心しろ、無事だったら丁重に生かしてやる。まあ、このまま池田たちが負けたらね、なんかまた人体実験とかさせられそう。世界を支配する準備にはまだ時間がかかるのだ。貴様らにはその間の暇つぶしの道具になってもらおう。遺伝子を操作し適当なキメラにするのも面白いだろうな。本当ひどいこと考えてるやつだな。貴様。おう、まだ立ち向かう意志が残っているのか。狂坦に値するタフネスだな。普通の人間ならばすでに 2,3 回は死んでいることだろう。そんなダメージを池田を負ってるの。 L131 か、いいだろう、食らっていいぞ。ここにいる連中ならば貴様の脳内に書き込まれた制御プログラムも作動することはないだろう。ここにジゼルがいればね、ヴィンセントも何もできないんだ。ヴィンセントっていうか後ろのね、化け物も何もできないんだろうけど、他の人には遠慮なく立ち向かえるってことね。ただし女は行かせ。さあ行け。くそ、ここまでか。行きな、これ撃って。
ねねこ、リンか、よし。どこを狙っている。まさかこれが貴様らの奥の手だったのか。なんとも肩透かしだな。さあこれで貴様らの未来は決まった。最後のあがきはなかなか滑稽で面白かったぞ探偵。茶番はこれで終わりとしよう。行け N131。 どうした、なぜ動かない。こいつらには攻撃禁止のプログラムはなされていないはず。なぜ動かん。あら、崩れてった。なんだと。 N131 の体が一体何が起こった。体が崩れる。貴様一体何をした。さあね、俺にもよくわからん。ねねこに聞いてくれよ。だが一つ言えることは、魔法ってのはいつかは解けるもんだぜ、ヴィンセント。体の再生が進まない。なぜだ。特殊な攻撃を受けた気配はなかったはずだ。まさかあの瓶、炎、いや違う、この水か。スプリンクラーの水の中に不死を復活性化させる何かを混ぜたのか。不死を殺す薬などそんなものがあったのか。バカな、なぜだなぜだなぜだ。こんな形で私は死ぬのか。許さん、許さんぞ貴様ら。たとえ私が滅びるとしてもただでは済まさん。貴様らを道連れにしてやる。最後までお行儀は悪いやつだな。生きては返さん。誤った解除コードの入力を検知しました。フェーズ99、隠密プログラムを起動。施設内にいる職員は直ちに避難開始してください。当施設はあと5分で完全破壊されます。なんだと。クソ、最後の最後にとんでもないことをしやがった。池田、左側の扉から脱出用通路に出られる。そこから外に逃げるんだ。ジゼルってこっちに来てたんだ。なんか意識まだないのかと思った。ジゼル、目を覚ましたのか。肩を貸す。あ、今目を覚ましたんだ。私はいい。早く逃げろ。そういうわけにいくか。他の皆は無事か。なんとか。でもアキラの足が折れちゃってるみたい。ということは背負っていかなきゃね。こんなの平気よ。ジゼル、よかった、目を覚ましたのね。アキラさん、僕が肩を貸します。行きましょう。行くぞ。脱出用通路に向かう。何の音。おそらくヴィンセントが施設に残っていた実験体を全て解放したんだ。隠蔽プログラムが作動したことはすでに外部に漏れているはずだ。早くこの島を脱出しないと、この島の存在ごとお前たちは消されることになる。彼らは決してこの島の真の姿を知った人間を生かしはしない。ねねこ、お前が持っているそれは外部との通信装置か。え、うん、リールが僕に預けた装置。最後の頼みの綱はそれになるな。ちゃんとそういうのを持ってたんだ。今この状況を打開できるのはお前しかいない。先に行ってその装置を作動させるんだ。ねねこ、なんかここに来て大活躍しそうだね。わかった。あ、ジゼルごめんなさい。僕のせいでアウロラが。ああ、N131 のことか。あれはアウロラだったものにしか過ぎない。仮にあれがアウロラだったとしても、これ以上その手を血で染めるより消滅させてやった方が彼女のためだったろう。だから気にするな。ねねこ、安心しろ。俺たちはすぐに後を追う。お前は先に地上に出て、リールの言った通りに装置を起動させるんだ。できるな。おお、わかった。池田、みんな必ず帰ってきて。池田、すまない、降ろしてくれないか。何をするつもり。ああ、アレックス、お前の持っている爆弾はここに置いておけ。わかりました。けど
爆弾をここに？ジゼルさん、一体何をするつもりなんですか？私はここに残って奴らを食い止める。やれやれ、本当は私が招待客ごとこの島を爆破するつもりだったんだが、少し予定が変わったようだな。ここでジゼルが格好つけようとしてる。待ってください、今やっと分かったんです。僕はジゼルさんに伝えなければならないことがあります。ごめんなさい、僕はミナに嘘をついてました。この施設を利用したのは祖母なんかではないんです。あ、そうなんだ。何を隠してたんだろう。ベルナー家は代々心臓に問題を抱えていた家系、そして僕もその一人でした。あー、なるほど。ということはアレックスの心臓っていうのはアウロラのものなのかな。ジゼルさん、アウロラさんにその心臓を移植してもらったのは僕なんです。そうか、お前だったのか。ずっと不思議だったんです。僕はこの島に行かなくてはいけない、帰らないといけないってことが頭を離れなくて、なぜ僕はアウロラという名前を聞くと胸が高鳴るのか。多分、いえきっとアウロラさんはこの島に帰ってあなたに会いたかったんです。それをずっと望んでいた。ジゼルさん、ごめんなさい。僕はアウロラさんを犠牲にしてまで。僕は。そう謝るな。アウロラもきっと喜んでくれているさ。なあアレックス、一つだけ私の願いを聞いてくれ。最後にアウロラの心臓の鼓動を聞かせてくれないか。はい、ジゼルさん。ああ、アウロラ。あなたは帰ってきたのね。この白流す島に。破壊まで残り3分。ジゼル、あなたはもう残るって決めたのね。ああ、アキラ、あなたに近づいたのは計画のためだったけど、一緒に過ごした日々はそう悪くはなかった。ひょっとすると、それは最も幸せな時間だったのかもしれない。感謝している。最後に一つだけ、心に壁を作り、他人を拒絶しすぎるな。本当の信頼できる関係を作れ。無駄に何でも突っかかりすぎるのがたまに傷だ。いつもアキラを見ていたから、最後になんかね、優しいところを見せてるね。それだけご注意を。それじゃあお嬢様、どうかお元気で。いや悲しいな。さあ二人行け、二人とも。ジゼル、あなたのこと大好きだったわ。さようならジゼル。さて、どうやらお出ましのようだ。最後の締めだ、派手にやってやるぜ。お前も変わった男だな。これ以上私に付き合う必要なんてないんだぞ。何、ほんの水郷さ。あの二人が逃げ切れるまではお前に付き合う。さあジゼル、行くぞ。行くぞって、なんかジゼルだいぶ血だらけのようだけど。あ、夜明けだ。雲が切れて空が見えてる。確か通信するには条件があるけどね。ここまで来たんだ。ここでダメだったら全部がダメになっちゃうんだ。みんな助かるかどうかの瀬戸際なんだ。だから届いてお願い。お、なんか見えた。ち、玉切れだ。こっちもだ。どうやらなんとか第一陣はしのぎきったようだが、次はきつそうだな。池田、ここまででいい。これ以上は付き合う必要はない。もう十分だ。これだけやればあいつらが追いつかれることはない。いいのかジゼル。ああ、最後の蹴りは私がつける。お前は最後までおかしなやつだったな池田さん。できればお前とはもっと違う形で出会いたかった。もしも昔にお前と出会っていたら、私は、何、私は何なんだ。何が言いたいのジゼル。ああ、そうだな。俺もそう思う。お前とはもっと違う形で出会いたかった。そうすればきっと、
これは何だろう、友情が芽生えたのかな、愛情が芽生えたのかな、どっちだろう。すごい気になる言い回しだね。ジゼル、じゃあな。いや違うな、また会おう、いつかまたどこかで。ああ今度は友として出会おう。ああ、必ず。施設破壊まで残り1分。許さん、許さんぞ。必ず、必ず道連れに。まだヴィンセント声が届くんだもん。見にくいな、ヴィンセント。人の形を失ってまでもまだ怒りにとらわれるか。いい加減終わりにしようじゃないか。私はまだこんなところで死ぬわけには。私はもしかすると、やがて人はその死をも克服することの時が来るのかもしれない。だがそれに選ばれるのはお前ではない。人はその死までいかに何をやり遂げたかで一生の価値が決まる。ヴィンセント、お前はやり遂げたか。私はやり遂げたぞ。ジゼル・リード。ジゼル、施設破壊まで残り30秒。くそ、間に合え。この先が出口か。あと少しだ。あと30秒だもんね。大丈夫か。おっと、ハプニングが。なんだと、まだ時間が残ってるっていうのにこんなところで行き止まりか。ち、やれやれ、随分とせっかちな爆弾もいたもんだな。だがきっとネネコたちは助かるはずだ。なになに、逃げた、諦めんの。ここで最善とまではいかなかったが、まあいい、上出来だ。やるだけのことはやった。ああこれでいい。施設破壊まで5、4、3、2、1、0。破壊開始。お、暗転。いや、池田どうなるの、主役なのね。あら、助かったな。池田さん、こんなところで諦めちゃダメよ。池田さんはすごい人なんだから。だから立って。これは誰の声なんだろう。ジェータ、アウロラ、これは夢。池田さん、あ、夢なんかじゃないわ。池田さん、ここまで来たんじゃない。あとほんのちょっとだけだわ。だから立って進むの。アウロラらしい前向きな感じだね。おっとああそうだ、池田、まだこっちに来るには早すぎるぞ。ジゼルの服装が、これは昔のイメージなんだ。さあ立って、立ち上がって前に進め。そしてたどり着くんだ、みんなの元に。おお、最後の最後で奇跡が。光、出口か。アウロラ、ジゼル、オンに切るぞ。おお、戦闘機、これは多分さっきの合図で来た奴らじゃない。嫌な予感がする。爆撃されそうだね。うわ、この揺れは。地下で施設の破壊が始まったんだ。あ、アレックスたちも来たのか。でも池田さんがまだ。え、そんな、池田、助けに行かないと。バカ言ってるんじゃないわよね、猫。あんたが言ったってどうなるわけでもないでしょ。池田を信じなさい。こっちが味方かな。あれは僕たちを助けに来てくれたんでしょうか。伏せろ。キャー、撃ってきた。何よ、全然味方じゃないじゃないの。あ、池田、遅いぞ。本当に心配してたんだからな。ああ、アウロラとジゼルのおかげで助かった。上空のヘルには身をさらすな。あれは俺たちを消しに来た連中だ。んなこと遠の昔に分かってるわよ。じゃあどうすればいいっていうの。確かに攻撃されちゃったからね。なぜか連中の動きがおかしい。連携がうまく取れていないように見える。待てよ、そうか、まだ島のジャミングが生きてて
通信が妨害されているんだ。その隙をつけば。一機だけ割って入ったヘリが、もしかしてあれが、こっちに来ます。おう、早く乗れ。リールは、リールベクスターはどうした？リールはダメだった。彼女は帰れない。そうか、よし乗れ、飛び立つぞ。このヘリコプター攻撃されないのかな。なんかね、敵もいたようだけど。あ、アキラが泣いてる。あのヘルはもう追ってこないみたいだけど、本当に助かったんだろうか。ああ、どうやら助かったみたいだな。これで本当に終わったんですね。ええ、終わったわ。これで全部ね。あ、池だ、見て。白流すと、まるで、クジラが潮を吹いているみたいだ。確かに、爆発の煙でそんな風に見える。ああ、もしかすると、昔これと似た光景を見た誰かが、あの島を白流す島って名付けたのかもしれないな。アキラ、僕は白流す島の地下で、アキラのお父さんの書類も見つけたんだけど、お父さんは、アキラのお母さんを放っていたわけじゃない。お父さんは、必死にアキラのお母さんを助けようとしていたんだ。たとえ、どんな悪に手を染めたとしても。だから、仲直りしてあげて。人はまだ永遠には生きられないから。やり残したことは、もうずっと取り戻せないから。ねねこがすごい、いいこと言うね。何よそれ。あの男が、でもそんなの。少しいいか。じきにこのヘリは我々のベースに着く。それにしても気になっていたんだが、本当にあんたたちがリールが伝えたビップだったのか。とてもそうは見えないな。ビップ？あの暗号はどんな意味があったんだ？最重要の人物確保、至急救助求むだ。本来この最重要ってのは、大統領クラスの人物を示すコードだったはずなんだかね。大統領、リールってば、随分と無茶な暗号を教えたんだな。ふ、大統領か。リールらしいな。あ、これで全て終わったな。さらば、白流すと。リール、ジゼル、アウロラ、またな。白流す島レポート。最高機密セキュリティレベル3。調査隊によって施設内に多数の遺体を発見。液状化した実験体の残骸を発見。安全性を確保のため収容。各種研究データは発見できず、全て破棄されたものと推測される。当白流す島は生物兵器汚染地域として厳重な管理下に置かれ、接近は固く禁じられる。なお招待客4名の所在は不明。探索は打ち切りとする。以上。招待客4名っていうのは亡くなった人たちってことだろうけど、発見できなかったんだ、その死体とかを。あれ、誰これ。アレックスか。ん？ねねこさんからアウロラさんのことを聞きました。僕は本当にアウロラさんのを犠牲にしてまで生きながらえていい人間だったんでしょうか。すいません、こんなことを言ったらアウロラさんに怒られるかもしれませんね。アウロラさんはとても優しい人だから。アウロラさん、僕は一生かけてその答えを見つけ出そうと思います。意味のある人生だったと胸に張って言えるように、どうかそれまで僕の胸の中で見守っていてください。リリー・アレクソンヌリはウェルナー。新たな決意を胸に秘め、日常へと戻る。自動でメッセージが進むから、なんか読むのが辛いね、これ。ジゼル、私のこと見てる？私はまだアダトリとしては半人前だけど、それでも一応頑張ってるわ。前に私に言ったようね。何でも突っかかりすぎるのがたまに傷だって。だから少しだけ素直になってみようと思うの。
まさか私がこんな気持ちになるなんて思いもしなかったわ。全部ジゼルのおかげよ。ありがとう。失礼します。お父様、アキラ・エッチワース。エッチワース家の跡取りとして多忙な日々を過ごす。父親長寿エッチワースとの和解を果たす。あらら、お、そしてネネコか。ジゼル、まだ僕の中にジゼルの心が残っている感じがするよ。僕はとても臆病で寂しがり屋だけど、少しでもジゼルみたいに強くなれた。白長須島で見たのは辛いことばかりだったけど、なぜか今思い返すと全部とても愛おしいことのようにも思えてしまう。とても遠くて、そしてとてもとても懐かしい。ありがとう。僕は絶対にみんなのことを忘れないよ。出雲崎ねねこ、数々の思い出とともに日本への帰路につく。なんだ、池田との関係性がまだわかんない全然。以上が報告となります。エイダさん、確かにヒギンスは決して犯してはならない罪に手を染めました。ですがこれだけは分かってください。ヒギンス氏はあなたのことを本当に愛していたということ。少女の名前は何というのですか？アウロラ、アウロラ・ラビーリアです。よう、リル、酒を飲み交わす約束は果たせなかったが、どうやらもう一つの約束だけは果たせそうだな。いい眺めだろ、リール。池田線、白長須島の報告を終え、事件に終止符を打つ。リール・ベクスターとの約束を果たす。おお、最終回、16回目にしてやっと最終回です。すごいボリュームあったけど、その分内容も素晴らしかったですね。またこのキャラクターたちが出てくるストーリーを見たいと思いました。ねの子って普段というか池田とはどういう風に知り合ったんでしょうね。そういうのって出てこなかったよね、そこの二人のね。もしかして以前にもなんか作品とかあるのかな。前日談とか、まあ他の事件のことを描いたようなものが、まあ、だとしたらちょっと探してやってみたいですけど、もしないのであればそこら辺のこと詳しく、なんかスポットを当てたような新作とか出たら嬉しいなって思います。いや、それにしても本当に良かったですね。これなんか評価が高いのも頷けるものです。もしかしたらね、なんか選択によって変わって、お、まだなんかあるのかな。大丈夫、いつでも私たちは見守っている。だから忘れないで。あなたは一人じゃない。はい、これにて大断言といったところでしょうか。はい、興味のある方はね、まあ白長ストーリーの期間結構ね安いんで、ワンコインで買えるんじゃないかな。まあ僕はセールでね100円で買ったけど、もし興味のある方はですね、ぜひやってみてください。これはタイトルかな。そういえば CG かなんかあったかな、どれだけ集めましたよみたいな CGライブラリー。だから全部集まってないやつはやっぱあるな。選択肢で、おお、全然なんだこれ、結構ありますね。何なんだろう。お、ゴジスタンがある。白長須島での出来事から数ヶ月、アキラから一枚の招待状が送られてきた。内容は久しぶりに港あって旅行をしながら話がしたいという変哲もないもので、旅行先も南の島のリゾートだ。当然ながらその招待状はネネコにも送られたため、俺たち二人は再び船に乗り、共に目的地へと向かうことになった。
おお、後日談。ああ、いい陽気だ。今回もまた船旅となるわけだが、さすがに前回とは打って変わって気楽な感じだな。アホか、全然気楽じゃないわい。痛えな、ナナコ。ねえねこ。ナナコ誰だよ。それと急に大声を上げるな。びっくりするだろ。よくあんな脅迫状じみた招待状をもらって気楽に構えていられるな。危険を感知するネジが一本外れてるんじゃないか。あ、そうか。ねえねこ、船酔いがひどいんだよね。脅迫状じみただと？何言ってる？アキラから送られてきたのは何の変哲もない普通の招待状だったぞ。なる？もしかしてあのおどろおどろしい脅迫状は僕だけに送られてきたものだったのか？なんて書いてあったんだ？もし来なかったら、白長須島で撮った僕の恥ずかしい写真をネット上にばらまく。その後僕の家まで来て1週間部屋に閉じ込め、付きっきりで説教するとかなんとかいう脅し。アキラなら本当にやりかねない。だから恐れているのだ。まあ、そのくらい脅さないと、ねねこが外に出ないと思ったんだろう。別にいいじゃないか。今回は本当に何の裏もない、単なるバケーションだ。そう緊張せずに気楽に行けよ。これが気楽でいられるか。しかし、この船が貸し切りと聞いたときはかなり驚いたぞ。かなり思い切ったことをやったもんだな。確かに、アキラの家ってどんな金持ちなんだ？レイモンド卿並み？これも薄汚れた金か何かか？何が薄汚れてですって？これはアキラがやってきたね。ひぃ。何がひぃよ。相変わらず失礼なやつね、ねねこ。でも、なんだかんだ言ってこんなやりとりするのも懐かしいわね。これはどれくらい後なんだろうね。会えて嬉しいわ、池田、ねねこ。アキラ、元気そうで何よりだ。ああ、確かに懐かしいな。そこまで時間は経っていないはずなのに、あの白長須島での出来事は随分昔のように感じる。どうも。なんか急に他人行儀な。アキラ、それで、僕のエロ画像データとやらは、今どこに？いや、多分ないんじゃない？エロ画像？何それ？もう僕が仮想空間にダイブしている隙に、ありとあらゆる秩父を映したっていうエロ画像のこと。ああ、もしかしてあの招待状に書いたジョークのこと？あんなヨタ話信じるなんて、どんなピュアがあるよ。少しはねねこも成長しているのかと思ったけど、全然成長してないのね。ジョーク？あの脅迫状のせいで夜も眠れず、この数週間毎日悶々とした日々を過ごしていたというのに、ひどい、ひどすぎる。ああ、うるさいわね。悪かったわよ。ねえ、そんなことよりもちゃんとドレス持ってきた？今夜はこの船の中でパーティーをするのよ。あのクソ陰気臭い島のことなんか忘れるくらい、ものすごく華やかなパーティーをするの。まあ、あの脅迫状に書いてあったから、一応ドレス的なものは持ってきたけど。あ、ドレス持ってんだ。まあ、ドレス的なっていうからちょっと怪しい。なんか信用できないわね。やっぱアキラもそう思うよね。どんなドレスを持ってきたの？色は？形は？既製品ならメーカー名は？色は上の方は深い紺で、スカートは緑。スカーフは？の色は？ちょっと待ちなさい。それって今、あんたが着てる服じゃないの？ねねこにとっては制服セーラー服がドレス。まあ、学生だからドレス。まあ、正式な服と言えそうも、言えるっちゃ言える？違う、ちゃんとドレス的なものは持ってきてる。確かに同じ制服だけど、そっちの方はクリーニングしたてだから臭くないし。今着てるの臭いのか？うふ、ねねこも一人前のジョークを言うのになったのね。殺すわ。恐ろしい。というか、そのドレスもどきの制服がクリーニングしたてっていうなら、あんたが今着ている服はずっと洗濯もしていないってわけ？そもそもあんた自身もちゃんとお風呂入ってるの？くんくん。くっさ。
ねねこ、来なさい。まずはあんたから選択してやるわ。うわ、やめて。いい、池田、助けて、助けて。助けろ。ほら、観念しなさい。嫌だ、嫌だ、助けて。そんなに風呂入るのが嫌なの。風が心地よいな。海も穏やかで平穏そのものだ。船旅も悪くない。夜は鍋でってこともなしか。ふふ、池田さん。おお。お久しぶりです。女の子の格好してる。はてな、池田がはてなのもわかるね。どうしたんです?そんな変な顔をして。あ、もしかして、僕の格好に驚いたんですね。まあ、池田さんにこの格好を見せるのは初めてですからね。どうですか、この格好。誰だ?いや、察しが悪いぞ、池田。あれ?何ですか、その反応。あの、まさかとは思いますが、僕のことわからないなんてことないですよね。ないですよね。ないですよね。ひどい。ひどすぎる。何だったんだ、今のは。あれ、逃げちゃったのかな。いや、待てよ。あれはもしかして。まあ、池田はね、女の子だって知ってるはずだもんね。アレックスです。アレックスです。アレックスでーす。えい、叩くな。お前はねねこか。思い出すというか、今気づいた。その、なんだ。忘れていたわけじゃなくて、見た目があんまり女っぽくなってたから気づかなかったんだよ。うん。まあまあそうだよね。悪かったな、アレックス。普通にショックな気もしますけど、まあ確かに池田さんにとっては、この格好は初めてですからね。許してあげます。許すの早いな。それにしても多少元の格好に近づけて、ブレザーまで着てきたのに、それでも気づかなかったんですか?どうも前の男装のイメージが強くてな、一瞬では気づかなかった。それにほら、お前が白長す党の時よりも髪伸びただろ。だから余計にわからなかったんだよ。確かにちょっと伸びてるね。肩より下ぐらいまでいってる。あ、そうなんですよ。えへへ。池田さんでもそこには気づいてたんですね。もともとはもっと長い髪だったんですが、やっとここまで伸びたんですよ。島に潜入するためとはいえ、結構思い切ったことをやったもんだな。僕はあの島に行って真実を知る必要がありましたから。これ僕っていうのはもともとの口癖なのかな。辛いこともたくさんあったし、怖い目にもたくさん遭いましたけど、それでもあの島に行ってよかったと思います。アウロラさんのことを知って、僕にも新しく生きる意味が生まれた気がしますから。そいつは何よりだ。あら、何の話をしてるの?あ、どうも、こんにちは。あれ、アレックスとアキラもこの船で会うのは初めてなの。二人で何か面白そうな話でもしていたように見えたけど、何の話?いや、何、大したことじゃない。ちょっとした世間話だ。ねねこはどうした?アキラ、ねねこはどうしたんだ?動かなくなるまで浴槽に沈めてやったわ。またさりげなく怖いことを。はじめはかなりもがいていたけど、しばらく頭を浴槽に沈めてやったら、やっと静かになったの。きっと今も浴槽に浮いていると思うわ。ぷかーって。浴槽に浮いてるって、それ生きてるんですか?冗談に決まってるでしょ?私がそんな殺人鬼に見える?いや、アキラならやりかねない。今頃ねねこは濡れネズミみたいになってベッドの上で縮こまってるわよ。それにしてもあなた、何か僕に問題でも?あ、そうだ。僕ちょっと忘れ物をしてるんで一度部屋に戻ってきますね。じゃあ、どうした?なんか苦手なのかな?アレックスは逃げ出すようにしてこの場から去っていった。ねえ、あいつ一体何なの?おいおい、あれはアレックスだろ?忘れたのか?そんなこと見ればわかるわよ。あ、見ればわかるんだ。池田わかんなかったけど。そうじゃなくて、なんであいつが女装なんてしてるのかってことを聞いてんの。気づいてないんだ。あ、そっか、前回もね、前回もっていうか、白長す島にいるとき結局、私女だみたいなこと言わなかったもんね。
アレックスのやつ、まだ自分が女だってことを説明してなかったのか。俺が説明した方がいいのだろうか。それとも当人に説明を任せた方がいいんだろうか。ねえ、あれ何なの？なんで女装してるの？いや、別に構わないわよ。アレックスに女装癖があったとしても、それ自体はそこまで気にならないし。でも理由がわからないとすごく気になるわ。まあ確かにね。あれは女装じゃない。アレックスは実は女なんだ。女？ああ、心がってことね。別に私もそういうことには理解のある方だし、そんな話なら気にしないわ。でも、同じ風呂に入ってきたりしたら容赦なく殺すけど。ああ、いや、そうではなくて。でもどうもまだ男っぽさが残ってる気がするわね。特にあの胸の中なさ、ぺったんこじゃない。どうせ女装するなら胸にパッドでも入れた方がいいんじゃない？アレックスが聞いたらなんか死んじゃいそうだね。あれだと本当に男が女装してるって感じにしか見えないわよ。池田も何も言えなくなっちゃった。まあいいわ、そろそろネネコも乾いてきた頃だろうし、私は部屋に戻っているわね。じゃあまた後で。ああ、また後でな。アレックスもいろいろと不憫なやつだな。強く生きろよ。ハロー、池田。楽しんでる？ああ、アキラ。ありがたく楽しませてもらっているよ。それにしても今更なんだが、アキラはなんで俺たちをこの旅行に招待してくれたんだ？相当お金もかかっただろうに。前にも言ったけど、まだ皆なんだかんだで白長須島のことを引きずってるのよ。もちろん私も含めてね。だからそれを楽しい思い出で上書きしたいと思っただけよ。そのためならこんなはした金欲しくないわ。なるほどな。そいつは確かにありがたい。感謝しているよ。俺もいい気分転換になりそうだ。ぷっぷっぷえー、これはねねこだね。うう、船酔いで気持ち悪い。吐きそう。あんたほんと毎回そんな泣き言ばっかり言ってるわね。ぐちぐち言わずに適当にそこら辺で吐けばいいじゃない。うう、人目につくところでは吐けない。とりあえず限界まで我慢する。一人になれるとこ行って吐けばいいのにね。相変わらずお前も難儀なやつだな。ねえ、そういえばアレックスはどこ？もうそろそろパーティーの時間よ。結構大きな会場でドレスに着替えて優雅に楽しくやるんだから。ねねこ、あんたは私のドレス貸してやるからそれ着なさい。仕方ない。わかった。これなんか素敵な姿を見れそうだね。それにしてもアレックスはタキシードとかじゃなくて女物のドレスとか着るつもりなのかしら。ねねこがハテナになってる。アレックスが女物のドレスってどういうこと？ねねこ、アキラ、だからあのな、それは誤解で。来た。なんとなく僕のことを話していたようにも聞こえたんですが、何か気になることでもありましたか？ああ、別に隠すようなことでもないし、確かに話してたわよ。アレックス、あんたドレス持ってきたの？え？ドレスですか？あ、はい、持ってきましたけど、案内状にパーティーにふさわしい服を持ってくることって書いてありましたし。あ、やっぱりドレスなのね。ドレスなのか、アレックス。もしかしてなんですが、皆さん未だに僕のことを勘違いしています？あのですね、僕は皆さんが思っているような人間ではなく、なんというかその想像している区分とは違うというか。アレックス、こいつらにそんな回りくどいことを言っても通じないぞ。ここは一つはっきりと言ってやれ。それがお前のためにもなる。はっきり言うのはいいんですけど、この格好しても気づかれないって、僕かなりショックで泣きそうなんですけど、その原因は胸のあたりにあるんだろうけど。僕ってそんなに男っぽいですか？まあ胸のなさと僕っこなところ。
じゃあ仕方ないです。ねねこさん、あきらさん、聞いてください。今からとても大事な発表をします。実は僕、うわ、何今の、火爆発、いや今のは船が何かにぶつかったって感じか。乗客の皆様、船長でございます急に船長。ただいま大きな揺れがありましたが、運航には全く支障はございません。おいおい、まだ状況確認も済んでないだろうに、随分といい加減な船長だな。それにこの船長の列が回ってない気が。もしかして酔ってる？そんなわけないわよ。ジェイコブみたいなアルチュア船長やっててたまるもんですか。なので皆様におかれましては、安心して部屋にお戻りいただければ。何？暗証？なんだ貴様、私のせいだとでも言いたいのか。貴様はちゃんと航路を確認していない貴様の責任ではないか。何？浸水？知らんぞ、私は知らん。私の責任ではないからな。何？なんだ、まだあんのか。マイク？あ全部筒抜けじゃん3人とも驚いてる。さてと、だ。じゃあとりあえずいろいろと準備を始めるとするか。お前たちの部屋はここからすぐ近くだろ。ライフジャケットをつけて戻ってくるんだ。3分以内でな。無駄な荷物は諦めろ。さあ気楽に行こうぜ。なんか心なしか船が傾き始めてる気がするんだけど。そういうこともよくある、気にするな。こんなことがせっかくね、みんなで楽しいパーティーをこれからってはずだったんだけどね。よくあってたまるもんですか。誰が疫病神なの。最悪の不幸を招く究極の疫病神は誰てかアレックスもね、自分の素性を言おうとしたところなのに。ああ、それは僕ではないと思う。僕でもないですよ。白長須島へ行くまではかなり平穏な人生歩んできましたから。だからもう池田しかいないじゃんね。おいおい、こんな時に言い争ってる場合か。池田、話をそらしたわね。あんたでしょう、疫病神は。そうに違いないわ。ああ、せっかくの旅行が、バカンスが。俺のせいじゃなくて、酔っ払っていた船長の責任だろ。とはいえ、まあ正直、なんで毎回こんなにろくでもない出来事に遭遇するのか疑問ではあるが。やっぱり自覚してるじゃない、このクズ。疫病神。もういい。なんとでも言え。さあ、さっさと部屋にあるライフジャケットを着て、ここに戻ってこい。荷物は諦めろ。2分以内だ。さあ行け。クズ、疫病神。アキラは罵りを上げ、他の2人を青い顔をして部屋へ向かっていた。さてと、じゃあこっちは救命ボートの準備でもしておくか。それにつけてあるのは自動展開型の救命ボートか。とりあえずこいつを展開させて、これでよしと。あとは脱出用のシューターで乗り込めば大丈夫だ。少し離れた場所から他の救命ボートが海に落とされた音が聞こえた。おそらくこの船の乗組員たちが俺たちをほったらかしにしたまま我先に逃げ出そうとしているってことなんだろう。そんなひどいことあんの。まったくろくな連中じゃないな、アキラのやつめ。チャーター費ケチったんじゃないか。おっと、こいつは本格的にまずいことになってきたようだ。連中はまだか。もう戻ってきたわ。さあ早く逃げましょう。アキラ、無駄な荷物抱えている割にはライフジャケットはどうした。他の2人もなぜ来てこなかった。あ、そういえばそんなこと言ってたわね。荷物かき集めるのに必死で忘れていたわ。いやいや、一番忘れちゃいけないでしょ。僕は忘れていたわけじゃないぞ。そもそも部屋の中にライフジャケットはなかったの。船舶安全法違反だ。すいません、僕も同じでした。ライフジャケットの袋はあったんですけど、中身がなかったんですよ。あれ、この船はどうなってるんだ。大層な見た目をしているくせに中身はハリボテか何かか。なんか作為的なものも感じるね。くそ、グズグズしている暇はなさそうだ。仕方ない、ライフジャケットなしで救命ボートに乗り込むぞ。シューターに飛び込め。これは一体どうなるんだ。このシューターってそもそもどうやって入るものなの。それに私の
この荷物入るかしら。多分相当持ってきたんだろうな。キャッ。グズグズしているアキラを抱え、シューターの中に放り込む。僕は自立できますから。自力できますから。行けますからね。じゃあ、お先に。うわぁ、池だ。止めろ。僕はシューターの使い方くらい知っている。落ち着け。僕のタイミングで行かせてくれ。多分ねねこのタイミングだといつまで経っても行かなそうだもん。お前のタイミングに合わせてな、来世まで待つ羽目になる。ひゃー、バカー。さて、これで一応連中は下ろせたが、このアキラの荷物はどうするかな。正直無駄なように思えるが、まあ一応持ってってやるか。荷物を抱えて海に投げ捨てる。高級ブランドのためか、留め金が壊れることもなく無事に着水したようだ。こら、池田、何投げてんのよ。さてと、じゃあ次は俺か。まったく、またこんな旅になるとはな。まあいいだろう、とことん付き合ってやる。なんかねねこがひときわひどい顔になってる。何、心配するな。幸い外の天候は良い。すぐに救難信号を受けた救助艇が助けに来る。肩透かしかってくらい簡単に救助されるだろうよ。そうなればいいんですけど、なんかこれまでの経緯を考えるとすんなり終わらなさそうなのが怖いんですよね。そうね、このボートの中には疫病神がいることだし、このまますんなり終わるとは思えないわ。きっとまた何かとんでもない厄介事が起きるわよ。それは池田のことかな。もう嫌だ。これは夢、現実じゃない。これは夢。現実逃避が始まってる。おいおい、大丈夫だ。外はこの穏やかな天気だぜ。確かに天気はいいですけど、本当に助けなんて来るんでしょうか。それにもうすぐ夜になりますし、絶対ひどいことになるわよ。自信あるわ。この後きっと天気が悪くなってきて、これはまた変なフラグが立つとか、そういうことかな。お、天気が。ほら、黒い雲が出てきたわ。きっとこれからもっともっと荒れだすのよ。なんか、僕もそんな気がしてきました。不安。あのな、そんなこと言い続けていたら、本当に悪いことも免れないぜ。大丈夫だ。これ以上天気は悪くならない。星が綺麗。あれ、水星かな。ふふふふふ。あ、ねねこがおかしくなってく。ねねこさん、本格的におかしくなってるみたいですけど、これ大丈夫なんですか。ちょっと怖いんですけど。毎度のことだ、気にするな。これが毎度なんですか。怖い。ふふ、夢なのに吐きそう。ふふふふ。夢なのに吐きそう。なんかすごい天気になってきたんですけど、予想の数倍ひどいわ。あんなに天気が良かったのに、なんでこんなこの世の終わりみたいな荒れ方してんのよ。やっぱり池田が疫病神だわ。雨まで降ってきました。全然天気が良くなる気配ないですね。風もどんどん強くなってきてますし、もっと荒れそうな気配が。あれ、この救命ボート、風で流されてませんか。大丈夫なんですか。このままだと私たち完全に漂流しちゃうじゃない。てか雨に濡れたままだとね、体も悪くなるし。それにいつになったらその救助とやらが来るのよ。全然来る気配ないじゃない、嘘つき。私たちこのまま嵐に巻き込まれて溺れ死んじゃうんだわ。流れ星いっぱい。すごい。おいおい、みんな落ち着け。パニックになればそれだけ窮地に陥る。できるだけ悲観的想像は捨てるんだ。何、こんなもの通り雨だ。すぐに天気は回復するに決まってる。お、雷まで。キャッ。もう何なのよ。いや。ママ、助けて。キャッ、これ本当に大丈夫なんですか。まさか転覆とかしないですよね。ねえ、
ごめんなさい、ごめんなさい。薬用神とか言ったの謝るから。だから池田、お願い、この天気どうにかして。池田がどうにかできたらすごい。だから俺に言われてもどうしようもねえって、文句は地球に言えよ。いや、低気圧かな。夢なのに、気持ち悪い。吐きそう。夢なのに。というか、吐く。うえぇ。ねねも汚い。何やってんのよ。うわ、私もちょっと気持ち悪くなって。でも、私は、絶対吐かない。おぉ、僕、ちょっと吐きそうです。もしもひどいことになったら、ごめんなさい。まあ、とりあえずね、海に向かって吐いてくれればいいんじゃない?まあ、確かに、この手の救命ボートなんて、大海原の葉っぱに葉っぱが浮いてるようなもんだ。これだけ荒れてたら、そりゃ、中はひどいことになる。大の男でも、香水を吐いて重度の船酔いに苦しむレベルだ。そりゃ、三人には辛いだろう。まあ、無理するな。気持ち悪いのなら吐いた方が楽になる。ああ、あと、間違っても船の外に顔を出すなよ。そのまま海に投げ出されて死ぬぞ。絶対に私は吐かないから。ごめんなさい。もう無理です。ねねこは遠慮せず。ねねこ。あんた、またそんなことを。アキラも吐いてんだ。結局、ねねこが引き金となり、アキラとアレックスの両名も同じように胃の内容物を吐き出した。こういうのって釣られるもんね。救命ボートの中に据えた匂いが充満し、ただでさえ劣悪な環境が地獄の様相を呈する。もう俺はちょっと辛すぎる。ああ、俺まで吐きそうになってきたぜ。クソ。これから一体どうなるんだ。無事に救助されればいいんだが。地獄か、ここは。確かに地獄だ。こんな環境でいたくないね、ずっと。多分そんな広くもないだろうし。あら、どこ島に漂着した?ここは?どうやらどこかの島に漂着したみたいだ。とりあえずは何とか助かったか。そういえば他の皆は無事なんだろうか。おーい、お前ら、無事か?なんだと?おい、そんな嘘だろ。三人ともすでに死んでいる。あの荒天に耐えきれなかったのか。死因は、嘔吐物を喉に詰まらせた窒息死か。まさかこんなことになるなんて。いや、悲しんでいる暇なんてないぞ。まずは俺自身が生き残る方法を見つけ出さないと。これは何だろう。池田の妄想?それとも冗談?すまない、三人とも。今はまともに弔うこともできない。成仏してくれ。勝手に殺すな、みたいな。ああ、やっぱり。このどきちぎくヘボこクズゴミクソ探偵が。こいつ、元気になった後にぶん殴ってやるわ。さすがの僕もちょっとイラッとしました。なんだ、お前たち生きてたのか。よかったよかった。どうやら救命ボートはどこかの島に漂着したようなんだが、まだ辺りの様子はわからない。軽く見た感じだと人の気配はないようだ。それって無人島に漂着したってこと?さて、それはまだわからんな。まあだが、この現代においては完全な無人島ってのも少ないだろう。島をしっかりと探せばどこかに人がいるか、あるいは有人島がこの近くにある可能性は高そうだ。ほ、とりあえず間近の危機は脱したようでよかったです。そう、それで僕たちもう完全にグロッキーなんで、先に辺りの様子調べておいてくれ。というか、なんで池田はそんなに元気なんだ。化け物か。バカを言うな。これでも結構クラクラしてるぜ。まあいい、とりあえず辺りを調べてみる。頼んだわよ。う気持ち悪い。ここ臭いし暑いし。まあ辺りに危険がないと分かったら、そこらの木陰に移った方がいいだろうな。ああ、そういえばこのボートが流されないようにしないとな。これでよしと。なんかくくりつけたような音がしたね、今。頑丈な岩にロープをくくりつけておいたから、ちょっとやそっとでは流されてることはないはずだ。じゃあ、辺りを調べてみるぜ。
超特急で頼む。まあそれなりには急ごう。探索パートは始まった。なんかヤシの実的なものちょっと見てみようかな。お、いい具合にヤシの木が生えているな。ちゃんと実もなっているようだ。これなら救命ボートの水や食料がなくなった後も役に立ちそうだ。あ、救命ボートに一応なんかあるんだね、食料が。砂浜を見てみようかな。綺麗な砂浜だ。だが逆に綺麗すぎるのが不安だな。ゴミが見当たらないってことは人の生活領域からかなり離れている可能性があるってことだからな。大型動物や人の足跡の痕跡は見当たらないようだ。あたりに人の気配はないな。敵対的な存在の可能性がなくなったことは朗報だが、これは同時に秘宝でもあるな。もしかすると長期戦になるかもしれない。いや、今その考えは置いておくことにしよう。じゃあ海を見てみようかな。海は穏やかだ。昨日の荒れようが嘘のようだな。見たところ他の島らしきものは見当たらない。どうやらこちらの方角に島はないようだ。でも移動とかできないんだもんね。ここでこの範囲でなんかクリックして見るしかないかな。雲でもクリックしてみようかな。一緒だな。そもそもなんで昨日はあんなに荒れたんだろうな。誰かさんの日頃の行いが悪かったんじゃないか。俺ではないぞ。テントは？テントじゃないな。救命ボートか。おい、生きているか。うっさいわね。今頭ガンガンしてるんだから、そんな大声で話しかけないで。それで何か分かったんですか？いや、まだ他にも調べてみる必要がありそうだな。ならなんでわざわざここ覗いたりしたんだ。冷やかしか？お前らが無事なのかどうかを確かめに来たんだよ。別に悪気があってのことじゃないのに、なんでそんなに文句言われないといけないんだ。うるさい。さっさとあっちに行きなさい。どうやら俺に構っている余裕もないっぽいな。連中が回復するにはまだ時間がかかるかもしれない。この岩場みたいなのは何だろう。奥の方にはちょっとした崖があるようだな。いや、まあ崖ってほどでもないか。岩場程度だな。あの程度ならクライミングの技術は必要ないだろう。ねねこたちでも時間をかければ登れるはずだ。うん、向こう側行ってみたいんだけどな。もう一回砂浜見てみるか。広大な砂浜というわけではないが、そこそこの広さがある綺麗な砂浜だ。今回のような漂流じゃなければ最高のシチュエーションなんだがね。状況が状況だから素直に喜べないのが悲しいところだな。うん、もう一回海見てみるかな。あの座礁した船はどこにも見当たらないな。昨日の地点からだ、どれくらい流されたんだろうか。多めに見積もっても100キロ以上は流されてはいないと思うが、不用意なことだが昨日のドタバタのせいで携帯のバッテリーが切れているんだよな。 GPS は使えそうにない。一応後で他の連中にも携帯が使えるかどうかを聞いてみるか。それでもダメなら夜になれば星である程度島の位置が把握できるはずだ。もう一回ヤシの実でも見てみるかな。見たところ結構な本数があるようだし、計画的に利用すれば当分果実と水分を確保できそうだ。いや待て、なぜ俺はこの島で長期戦を行う前提で物事を考えているんだ。大丈夫だ、すぐにこの島からはおさらばできる多分な。いや無理っぽいな。もう一回岩場見てみるか。後で岩場の向こう側に何があるのかを確認した方がいいだろうな。もしかすると何かが見えるかもしれない。もうあらかた見たかな。もう一回砂浜。まあ状況が落ち着いたら気晴らしするのもいいかもしれん。とりあえず今は辺りの状況を探るのが先決だな。しかしこの日差しの下で砂浜を見続けたせいか目がチカチカしてきた。もう一回海。遠浅で海も穏やかだから泳ごうと思えば泳げそうな感じだな。ここだけ見れば一級のリゾート地だ。しかしこの島は一体どの辺りにあるんだろうな。
気候が良さそうなのはいいんだが、絶海の孤島でないことを祈るぜ。岩場、島の周囲を調べるときにはその岩場も登らないといけないだろうが、とりあえず今は後回しだ。先に島、他の状況を調べよう。もう一回ヤシの木。ヤシの実を取るのはいいんだが、実際に実を取るって話になったら 100% 俺が木に登る羽目になるんだろうな。もうそれは間違いないね。4人分のヤシの実を取り続けるとなると、こいつは相当な重労働だぞ。かといってあの3人がヤシの木に登る姿は想像できない。まあヤシの実が必要になる前にこの島を脱出すればいいだけの話だ。そんなに時間はかからないだろう。じゃあもう一回救命ボートを覗きますかね。とりあえず調査はこのくらいでいいだろう。あいつらに報告しに行くとするか。おい、ざっとだが辺りの様子は調べ終わった。特に危険はなさそうだから、もう外に出ても問題ないぞ。危険がないのは良かったですけど、近くに助けを呼べるようなところはなかったんですか？こいつはもっと島を詳しく調べてみないと断定はできないが、どうも周囲には人の気配はないようだ。人の気配がないって、それってまさかこの島無人島ってこと？あんたさっきこのご時世に無人島なんてあんまりないって言ったばかりじゃない？まあ確かに言ったが、世界は広い。昔は人が住んでいたが今は無人って島も結構あるからな。運悪くそいつに流れ着いちまった。あるいは、ああそうだ、お前たち今携帯を持っているやつはいるか？電波は繋がらなくてもせめて GPS で島の位置は把握しておきたいんだ。携帯ですか？すいません、僕携帯は船に置いてきちゃいました。船の中だと電波が繋がらなかったんで、今は必要ないと思って荷物に入れてそのまま。予備バッテリー3つとモバイル PC、 携帯2台持ってたけど置いてきてしまった。なんでそこまで用意周到なのに持ってこなかったのかね。だって余計な荷物は置いてこいって言ったじゃん。まあそう言ったのは確かだが、こんな状況を想定してなかったからな。ああそういえばアキラは大きな荷物を持ってきてたよな。あの中には役立つものとか入ってないのか？いや絶対なさそうだけど。え、あれね、役に立つものとかそういう類のものは入ってたかしら。携帯とかじゃなくてもせめて食料があれば助かりそうですよね。救命ボートに揺られてた時に相当に邪魔だったけど、あの荷物、怪我の巧妙か？いや多分みんなががっかりするような内容だと思うけど、あの期待持たれてるところで悪いけど、あの中には水着とレジャーグッズしか入ってないわよ。レジャーグッズ？あんな危険な状況の中わざわざレザーグッズを持ってきたっていうのか？信じられない。同じく。何よ、せっかくのバカンスなんだし、無事に救助されたらちゃんと遊ぼうと思ってたんだからいいでしょ。そもそもこんなことになるなんて思っても見なかったんだから。ああいやまあ大丈夫だ。とりあえず救命ボートに備え付けの食料で何日かは持つだろうし、現状では島の位置を把握することもそこまで重要なことじゃない。だからまあ落ち着け。それで池田これからどうするんだ？ああそうだな、とりあえずは2つのチームに分かれて近場を探索するのが無難なところだろう。その後いい場所があれば寝床を確保するとかかな。他には島の奥と海岸線の探索が必要だろうな。2チームか。なら僕は池田と、いやそうはならなそうな気がするな。あ、僕は池田さんと一緒に行動します。いや一緒に行動したいです。まあそれはもちろん構わんが。じゃあねね子は私とチームね。私たちは海岸線を探索するから、島の奥は蛇とか出てきそうだし。
なんでそうなるの。うわ、これは強引に連れてた。ネネコは毎度のごとくアキラに無理やり連れ去られていた。それにしてもアレックス、なんでお前は俺と一緒に行動したかったんだ。いや、一番頼りになるからじゃないの。いや特に意味は。あ、そうだ、池田さん頼りになりますし、一緒に行動していろいろ勉強しようと思って。なんか取ってつけたような。それはなんともいい心がけだな。じゃあ俺たちも島の奥の探索を始めるとするか。はい、ちょっとここで一回セーブしましょうかね。まさかこんなに話が続くと思わなかったんで驚いてますけどね。エンディングの後に興味本位で覗いたエキストラだったんですけどね。まあまだしばらく続きそうなんで、一旦今回はここで終わりたいと思います。